はい、お疲れ様です。ひーちゃんねりかるです。2連敗しました。もう木曜日やし疲れたんで、ゴロン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 でーす。いやー、にしてもさ、村上くんさ、今年エラー多くない？どうしたん？まあ、もともとそんな、サードの人じゃないから、練習をたくさんしてるっていうのはむっちゃわかるんですけど、なんか目立つんよな。なんか目立つ。ほんでさ、エラーしてからホームラン打ったから、それはめちゃくちゃいいんやけど、自分がエラーしたって村上くんも分かってるから、全然ニコニコじゃないし、まあ、あの1点なかったら2対2やったしなーみたいなのがあるから、なんかエラーは前も言ったみたいに人を責められないんで、あれなんですけど、にしてもちょっと多いなぁ、悲しみって感じでした。マジで。ちょっと2連敗してしまったけど、明日からはベルーナドーム、西武との3連戦ですので、ちょっと天気が、ああ、いけるんか。今日雨止むんか。大丈夫か。天気やばいかなと思ったけど、まあ大丈夫でしょう。なんか変な天気が続くんで、ベルーナドームのところ寒くなったりしないといいなぁとは思っています。いやー、にしてもさ、村上くんのエラーもそうやけどさ、すごい、負け方が、同じ負け方が今年続いてるから、すごい疲弊するんよな。あー、打たれへん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 。え？ 8 回打ったやん。あー、あともう1点入れれば勝つやん。あれ？あれ？打たれへん、繋がれへん。負けたー、みたいな。そんなんばっかりや、マジで。なので、なんかすごい疲れちゃったね、今日の試合も。と思っております。まあでも切り替えて。今日休んでもらって、また明日頑張ってもらえたらなと思ってるので、最後にまたみんなでゴーゴースワローズして終わりにしたいと思います。今日はゴロンスタイルでお届けしました。ひーちゃんでした。では最後にいきますよ。せーの、ゴーゴースワローズ。またねー、バイバーイ。